増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。さて、コロナで経済が混乱する中、インフレへの懸念が強く意識されています。アメリカと欧州のインフレ問題について今日は先生、解説をお願いします。そうですね、株取引をしてらっしゃる方、経済に、興味のある方、皆様このインフレということにはね、大変、心配をするというか関心が高いと思うんですが、今アメリカ経済、日本も増えまして、先進国あるいはまた世界全体のですね、最大の問題というのはインフレなんですね。世界の基軸通貨の発行元、自由裁量権を持っている FRB、アメリカの中央銀行ですが、この FRB の議長パウエルさんという方がいらっしゃるんですが、パウエルさんに言わせますと、この今ですね、加速しているインフレ、これは憂うべきこと、心配しなきゃいけないことなんですが、これはですね、パウエルさんの言葉を借りますと、トランジットリーと言いまして、日本語に訳すと一過性、一時的、一過性ということですかね、一時の出来事だというふうにですね、言い続けていらっしゃるわけですね。天下世界のですね、FRB の議長さんが一時的だと、言うんですから、一時的だろうというふうに、市場もですね、経済関係者もそういうこと、定説と言ってもいいと思うんですが、そうなってるんですが、実際はどうかということを見るとですね、必ずしもそうでないということがですね、いろんなところから出てきています。例えば、9月のですね、アメリカの CPI といいまして、消費者物価指数ですね、この CPI は前年から比べてですね 5.4% 上がっているわけなんですが、これもですね、今までの統計から言うとですね、こんなに1年間インフレになったことはないという、高い数字が出ている。コアと言いましてね、エネルギーとか生鮮食料品とか、もう激しく変動する、そういう品目を除いたですね、数字というのを、コアの数字というんですが、これでも 4%、4.0% ですから、これもですね、過去に例がない高さということになるんですね。さらに重要なのは PPI と言いましてね、プロダクトプライスインデックスというのがありまして、鉱工業生産と言いましょうかね、製造を物価指数ですね、製造価格物指数と言いましょうか、PPI という、水準があるんですね、これはですね、なんとこれ9月なんですが、なんと 8.4% ですから、これもですね、このインデックス、この指標をですね、始めてから以来最高の数字ということになってですね、実際のこのインフレを表す数字はですね、いずれもこの最高水準になるということなんですね。で、一過性だというふうに FRB の議長さんがおっしゃるのはですね、このコロナのに直接または間接関係があると、それがですね、インフレを起こしているんだということなんですね。一番よく言われ問題になっているのはサプライチェーンというんですが、これもコロナの影響でですね、物流がうまくいってないということですね。そこからその原材料のこの流通が悪くなったということで、原材料価格が上がったということ、それは確かにその通りです
ですね、その他いろいろですね理由があるんですが、まあこじつけるわけじゃないんですけども、やはり何らかのことでコロナに関係があるということですから、パウエル議長の言われるようにですね、今のインフレはこのコロナによる地理的なもんだということ、これはですね誰も否定できないし、なるほどなということなんですね。それにしてもですね、まあ欧州で今最大の問題は天然ガスの問題でですね、場所によっては5倍ですからね、500% というところもあってですね、原油価格の高騰のためにですね、発電所が動かなくなるということで、まあ一部の都市では停電になったとかですね、深刻な問題なんですよ。で、欧州もアメリカも車社会ですから、原油価格、天然ガスの高騰でですね、ガソリン価格もですね、50何%、ガソリン価格も上がってるわけですね。そうするとですね、ガソリン価格は上がるわ、生鮮食料品は上がるわですね、電気代は上がるわ、上がるどころか電気がストップすると、まあこういうことになりますと、生活にですね、直撃するわけですね。ですからこのインフレがですね、スタグフレーションといって、この経済成長を止めてしまうんではないかと、停滞するんではないかということがですね、今市場の大きな関心事になっている。まあそこまでこう来てるわけですね。じゃあもうコロナ、まあ日本でもそうですけども、コロナは収束していくわけだから、これからインフレはですね、落ちていくだろうというふうに、まあ誰でも考えるわけですね。パウエル議長がこれは直接間接コロナの影響だと、一時的だと、コロナの問題が終わればですね、終わると、こう言ってるわけですから、もう今、日本もそうですが、アメリカでも欧州でもコロナは収束してですね、だんだん社会復帰して、来てるわけなんですよ。ならばですね、インフレもだんだん落ちていかなきゃいけないんですけど、これ、不幸に落ちないどころかですね、加速してるわけですね。で、そうするとですね、パウエル議長の発言の、まあ、信憑性といったらおかしいですが、少しおかしいんではないかという疑念が今持ち上がってきて、これがですね、株式市場に影響したりしてるわけなんですね。で、ここでまあ私の意見なんですが、このインフレの最大の原因はコロナ禍によるですね、直接間接の影響、これは確かにあります。ある、それはもう紛れもない事実ですね。しかしそれよりも増してですね、もっと基本的なですね、このインフレ問題、つまりインフレをですね加速させているもっと重要な基本的な問題があると、そのことをですねやはり注目しなきゃいけない、そのことを知らなきゃならないというのが私の意見です。最大のインフレの原因は金融緩和です。お金をですね、必要だからといって無制限にどんどん通貨が発行され、通貨量が多くなる。物は何でもそうなんですが、量が大きくなると価値が落ちるんですよ。ね。で、価値が落ちるとですね、価値の変わらない商品、サービスが、価格は上がっていくんです。これが何より最大の原因なんですね。もともとこの金融緩和によるインフレというベーシックな部分があって、そこにコロナがですね、加わったと、これが加速化したということで、コロナが原因ではない、だから一時的ではないんだと、もう基本的にですね、金融緩和体制だからインフレなんだ、そこへ、まあ、コロナという問題が起きたからこれが加速したというのが私の考えであり、全く正しいんではないかと私が言ってるわけで、私が正しいというのもおかしな話ですが、まあ皆さんよく考えていただければわかると思います。原因はそこにある。金融緩和に問題があるんだ。だから、金融緩和というものをですね、いつ、この、縮小して、そしていつ、利上げに、この、切り替えていくか。それによってですね、インフレが、この、是正されていくというふうに思っております。増田先生、ありがとうございます。はい。